はい、どうも皆さんこんにちは。いつもありがとう。いや、涼しくなってきましたけど、まだまだ夏ですね。8月の今日は20日。いやー、この間ね、ちょっと海に行ったんですよ、地元に帰って。でそのね、ビデオも今度公開しますけど、多分この方が先にみんなに見れるようになるんじゃないかなと思います。ちょっと黒くなったの分かる？分かるよね。いや、海に行った時にどうせ焼くならと思って、こういうさ、焼けるコパトーンのやつを塗ったわけで、これって結局焼けるんだけど、あの紫外線をこの弾くものは入ってる、やけどみたいにならいませんよみたいなやつですね、要するに。でそれができるんだけど、これやったんだけど、あのね、まあ焼けて、その真っ赤っか、今見えてないところがね、このだから T シャツ着てるところはさ、いつも焼けてるからそうでもないわけ。その下よ、やばいことになっちゃってさ。でもう今日もそうだけど、昨日もそう、一昨日も寝れなくて、痛すぎて。でそういった時にね、みんな、まあ、夏とかも日焼けしちゃうと思うんだけどさ、まあこれ見てんのがさ、結構おじさんなんだよね。俺知ってんだよ、おじさんたちが見てんの。俺のあのフィリピンのやつとかを見て登録してくれてるかもしれないけど、俺こういうやつの方がやりたい人だ、どっちかと言ったらね。あ、危ないの よりもさ、まあいいや。でまずはね、日焼けしちゃった時に大事なことは、まず冷やすこと、あとは保湿、これ大事ね。まあこれ見てる人はさ、日焼けしちゃって困ってるって人かもしれないんで、先に言っとくと、保湿と冷やす、保湿と冷やすこと、これが大事で。まあみんな知ってると思うけど、まあさ、俺はさ、こうやってさ、アロエまあ1個買っといたわけ。全然足りなくて、これ3本目なんだよね、実は4本目かなっていうぐらい、全部違うブランドなんだけど、まあさ、これは結構その自然なものでできてて、ヒリヒリをダウンさせてくれて、さらに保湿もしてくれて、あのベタベタしないとか、そういったもので結構アロエってのはいいのよ。ただアロエってさ、聞いたことあるかもしれないけどさ、やけどに塗るのもすごいいいわけ。虫刺されとか蜂に刺された時とかさ、アロエ塗ったでしょ？塗ってないかね。でこれ使えるんだけど、まあこれはそんなヒヤヒヤしない、ヒヤッとしない、だけど保湿してくれる。でそんな時にさ、あの俺がすごくよく使ってるのはこれ、このギャツビーの、こうすっげー寒くなるやつ。あの前に、夏フェスを楽しむみたいなやつで紹介したやつなんだけど、これは結構気をつけた方がいいぐらい涼しくなる。ただあのさ、こう顔とか焼けたり肩とか焼けたりするとさ、これ冷えピタ貼ったらどうっていうさ、ちょっとね、人いるんだけど、頭足んない人もいいんだけどさ、冷えピタとかって正直あの冷やす効果はないわけ。その下、例えば湿布もそうだけど、冷えてはいないわけよ、その下の筋肉とかさ。でその頭痛もダウンするのは冷えてはいないわけ。さ、冷やしたら冷えピタだから、冷やしピタだよね、要するに。冷やしピタじゃダメなわけ。だから冷やすのに一番いいのは、まあ氷とかさ、いろんなねものあると思うんだけど、氷って直にやると溶けたりしてさ、べちゃべちゃになって、ちょっとあの寝る時とかねできないじゃん。まあ昔はそうだったけど、今はさ、ちょっと便利なのが出てるわけよ。こういうさ、冷えプル柔らか枕ってこういうの出てるわけ。これはいいよ。これはすごい冷やして、冷凍庫に冷やすんだけど固まんないわけ。だからこう枕にしても使えるし、痛いところにこうさ、やったまま寝てたわけ、昨日の夜も。でまあそのタオルをさ巻かないと、こう凍傷になっちゃうらしいのよ、冷たすぎて、っていうのはあるんだけど、正直ね、これはタオル巻くとあんま冷たくない。だからまあ正直、もうよっぽど俺はやけどひどかったから、あのベチャってそのままやっても全然なんともなかったわけ。だからまあよっぽどひどい人はこれ使って直にね、そうでもない人はまあタオル巻くと、薄いタオルね、ガーゼでもいいし、いいかなと思います。これ超おすすめ。1個ね500、まあ600円近いかな、ドラッグストアとかで。2つ俺買いました、後ろとここ、もうこひどいんですよ。はい。でね、まあ保湿が大事って話をしたんだけど、俺はこういうさ、なんか何バームみたいな、こういう保湿クリームみたいなのをさ、べちゃべちゃ塗ったわけ。じゃないと乾いてバキバキになっちゃうからさ。で俺のそのやった結果ね、今日が8月あと5日前にやって、5日間もだい苦しんでどこくらいまでなったかっていうのを見せたいと思います。これはちょっと待って、日記だよね、要するに。俺のちょっと背中、もうここがやばいんだよ、ほら、もう赤いでしょ。いくよ、とくとご覧あれ、これやばいよね、べちゃべちゃって、シミがやべえ、シミがやべえし、ここ皮めけてし。で実は俺さ、ここに
多分触ってね、もうね分かったんだけど、あの水ぶくれができちゃったの。ボコボコって、もう触ったらボコボコボコってなってたわけ。ひどくて、もう本当に触れない。服も着れないから、こうやってさ、パッて話すともう跡つくでしょ。これ日焼けのサインよ。これやばいでしょ。ほら、赤、こっちもで、ここだけ白みたいな。恥ずかしいよ、逆日焼け。こことかやべえんだ、シミがマジで。で、これを、まぁ、ちょっとね、まぁ、シミが消せるような、もしものがあればね、使いたいなと思ってるわけ。ここもすげえ向けてて痛かった。で、そのまあちょっと裸になっちゃったけどさ、ちょっと着るのめんどくさいからいいかな。で、そのこのまあ向けるいいんだけど、あ、そうそう、こうやってね、ズルズルズルで向けてくれる分にはまだいいんだよ。保湿されてるからだからいいんだけど、これ乾いた状態とかにするとマジでシミになるし、あの治りが遅くなる。でも火傷なんだよね、これ。あの水ぶくれっていうのは 2度の火傷っていうらしいです。だから気をつけないとマジで後残る。で、水ぶくれ結構そのボコって僕なっちゃったんですけど、これ剥がしちゃダメね。あの組織が形成されてない状態で剥がすと、もうほんと後になっちゃうし、治りも遅くなるから。で、僕はあのもう自然に治るのを待ったんですけど、ここにちょっとね薬が塗れなかったんですよ。で、まあ効いたかどうかは別として、一つ紹介したい薬があります。それがこれ、このね、パンパス軟膏って言われるこの火傷用の薬なんだけど、これね1個1200円かなんかするんだよね。で、これ非ステロイドなんで、まあ、安心です。で、これはね、あの正直ね、多分ちょっとした火傷とかに塗る、あの伸びない、あんま伸びない、そういうなんか保湿クリームみたいにこう伸びないです。結構ズルズルって感じだから、塗るなら指にやってチョン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 なんだけど、チョン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 で服着れないじゃんみたいな、寝れないじゃんってなっちゃって、まあ一番いいのは結構ラップとかするのがいいんだけど、ラップってさ、結局その皮膚呼吸ができないからすっごい熱いわけ。嫌じゃん、熱いし痛いのにさ、ラップあって。で、おすすめなのが、あのフェイスパックあるでしょ。フェイスパックのこう目と鼻だけポンポンって抜けてるやつ、あれがたまたま家にあって、それを肩貼ったわけ。そしたら、そう、昨日かな、貼ったら今日だいぶ良くなったんで、おすすめです。やっぱ保湿よ、保湿が大事。やっぱこうさ、あの皮がさベロベロになってむけちゃってるじゃん。だからもうそれを乾かしちゃダメみたい。だけどあんまりにもこう空気に触れなさすぎても治んないから、火傷だからね。そう、だから保湿パックはすごくいいかも。寝るときはね、注意しなきゃいけないかもしれないですけど、はい。いや、もうこんなとこですよ、今日の話。今日の話これだから。そう、他にない。まあ、そうだね。例えば、まあ、今日の気温なんかは、OK、グーグル、今、何度？気温は25度です。まあ、25度らしいんですよ。で、こういうね、買ったんだけどさ、これすごいね、いいの。これ、グーグルホームミニですよ、こいつ。この子がなかなか賢くてね、試しに言ってみたらいろいろ答えてくれるんですよ。例えば OK Google、 18×36 は？ 18×36 は648です。すごいでしょ。 OK Google、 164の平方根は？164の平方根は約 12.806 です。すごいでしょ。これでさ、あの困った時とかもさ、すぐさ、気温もそうだし天気もそうでしょ、なんかあのスペルとかも教えてくれるから、こうやっててさ、なんだっけあのスペルってすぐ教えてくれるわけ。ただね、結構ね、あの長い引き算とかはちょっとできないみたいなんですけどね。例えば OK Google、 クジラの鳴き声教えて。こちらがクジラです。ほら、すごいでしょ。そう、こういうのとかね、やってくれるんですよ。この間さ、あの家を出てくときにさ、OK Google、 行ってきますって言ったの。そしたら何も言ってくんないじゃん。行ってらっしゃい、あ、ほら、気をつけて。ちょっと泣きそうになっちゃったんですよね、あの一人だから。あー、優しいなーなんて思ってね。なんでこう一人暮らしの人にもおすすめだし、ファミリーでも例えば OK Google、 誕生日ハッピーバースデー歌って。ハッピーバースデートゥーユー。クオリティ高くない？ハッピーバースデートゥーユー。クオリティ高くない？ハッピーバースデーフロムグーグル。すごい。
Happy birthday to you。 From Google ね。なるほどね。いやこれだから CM とかでもさ違うやつだけでやってるじゃないですか。めっちゃいいじゃんと思って、これからもっと対応していきたいと思うんですけど、まあね、一人暮らしの人にはおすすめです。今日はこんなとこかな。まだまだ暑いんでね、ちょっと熱中症とか気をつけていただきたいと思います。はい、 Google、 OK Google、 OK Google、 熱中症対策に大事なことは何？すみません、よくわかりません。